世界国人は福沢諭吉の著書の一つ。正式名称は世界国人。1869年の初頭に発行された。世界地理の入門書である。地理以外にその国の歴史を説明している箇所もある。以下、原文の引用を含む。序文で本書の発行の目的は子供や女性に世界の形成を理解させることであると記している。さらに、 合衆国、ニューヨーク州のアルプランク氏の文章を翻訳して、序文に変えている。発端において、冒頭で、世界は、広島国は、お星といえど、おおよそ、五に分けし名目は、アジア、アドル、リカ、オーラともえ、北と南のアメリカに、境限り手号を押す。太陽須は別にまた、南の島の名称なりと述べているように、一の巻は、アジア、二の巻は、 アフリカ、3の薪はヨーロッパ、4の薪は北アメリカ、5の薪は南アメリカと太平洋諸島及びオーストラリア、そして6の薪は付録のように構成されている。全館にわたって、ほとんどすべてのページに図が添えられていて、地理案内の図解のように構成されている。また、1の薪から5の薪までの最初と最後には、それぞれの巣の着色地図が添えられている。 六の巻では地学を天文、自然、人間の三つのカテゴリーに分けて説明している。そして本文においては、例えば一の巻では地理の説明以外にアヘン戦争の歴史を説明している。二の巻ではアフリカスの一大国として A シフトを取り上げて特に平三井天を説明している。また三の巻では当時の五大国としてロシア、広白寺、 大チリ、イギリス、フランスを挙げて、文明開化の中心地と説明している。そして、ヨーロッパの説明では、土地の工房を、ややれば、ゴースの末なれど、狭き国土に空き地なく、人民、常の産を得て、富国強兵天下一、文明開化の中心と、名のみにあらずその実は、人の境の行き届き、徳義を治め地を開き、文学儀芸美を尽くし、都費の差別なく、 処方に立てる学問書、幾千万の数知らず。と述べて、その繁栄ぶりを強調している。さらに、説明を続けて、彼の産業の、安くして、彼商売の繁盛し、平美性ひぶきたりて、世界に誇る、太平の、その源を拾るに、本を埋る、学問の枝に咲きたる花ならん。花見と花を羨むな、本なき枝に花はなし。一心の学に急ぐこそ、 進歩はかどる宇治、共にたどりて、西洋の道に栄える花を民と述べて、文明開化を進めるには、学問が根本にあるとして、学問の進めを説いている。また、四の巻では、地理の説明以外に、アメリカ独立戦争の歴史を説明している。さらに、アメリカ独立宣言を踏まえて、人にもかさじわが自由、天の道理にもとて、国に包囲ゆる単身の、 誠に出し一国の吹き独立の勢いは止まんとすれど止まらずと説明している。五の巻では一帝国として村尻を挙げている。最後に六の巻では地学を天文、自然、人間の三つの章に分けて説明している。天文の章では地球が丸いことや磁石が南北を指すこと、経度や緯度などを説明している。自然の章では地形の説明として海。 半島、地境、岬、山、火山、砂漠、太陽、海、湖水、入り海、瀬戸、川、滝などを説明している。人間の章では、文明の発達段階として4段階があることを挙げて、第1段階を混沌、第2段階を番や、第3段階を未開または半開、第4段階を文明開化と説明している。また、 政府の定裁に3種類があることを挙げて、第1は、モナルキ、第2は、貴族合議、第3は、共和政治、あるいは、合衆政治であると説明している。本書の特徴は、本文が75兆で統一されているところにある。福沢全州書言の解説によると、日本国中の老若男女に、世界地理を知らしめるため、江戸の地理案内書を購入して暗唱し、 チリアン内書にそっくりの75条で書くことにしたとのことである。1968年に日本近代文学館から名著復刻全集近代文学館明治前期1から1から6として6冊からなる世界国人の復刻版が発行されている。世界国人の本文を歌詞に編集し曲をつけて歌にしたものである。 慶応義塾の創立90周年の1958年、塾員の上田久志志郎が本文を編集し、橋本国彦が作曲して成立した。その歌詞を1972年に、桑原三郎が上田の許可を得て、小学生向きに改編して完成した。第26番まで歌詞があり、全曲を歌うと世界一周できるようになっている。 神奈川記録文は世界黒人を模倣した首書き入り世界宮古寺という作品を発表している。75条の7冊からなる本である。ありがとうございます。